ダイジェストをご覧ください。今回のゲストはパチスロ攻略マガジンよりおなじみのエミさんとレディースバトル初登場のあずみちゃんをお迎えしての乗り打ち実践となります。エミさんはパチンコマクロスフロンティアの島でじっくり台選びしてからの実践開始。初回の小当たりからその後3回とも全て小当たりと波に乗り切れずこの台を痩せ、別の気になっていたマクロスで仕切り直し、またしても小当たりからのスタートでしたが総投資は35,000円、ようやく初の大当たりを引き当てます。しかしこれは残念ながら2連で終了。後半戦はこの持ち玉で望みをかけます。あずみちゃんは風の用心棒に着席、投資すること7,000円、なんといきなり大 AT 目を引き当てます。ここから ART の風チャンスがサクサク連チャンしてくれて、軽快にコインを増やしていき、難なく1250枚をゲット。その後も神風チャンスを引き当てるなど200ゲーム近くの上乗せを経て、落ちコインはあっという間に3000枚オーバー。後半ももちろんこの台で実践していきます。あきちゃんも朝一は風の用心棒で勝負、投資9000円でレギュラーボーナス、その後コンスタントにボーナスを引くもののなかなか ART に突入せず、コインサンドと仲良くなる羽目に、たび重なる細かな追加投資の果てに引き当てたビッグボーナスからようやく引き当てた ART、 これがボーナスを絡めて5連チャン、下皿もカチカチに復活しました。同じ島のあずみちゃんに先を行かれてしまいましたが、後半は ART からのスタートなのでここからどう伸びていくか見ものです。そして海ちゃんはパチンココーナーのリングに着席、身の毛もよだつ恐怖演出を楽しみながら、投資は可愛く5000円で10ラウンドの大当たり。しかしこれが間髪、出玉があっさり飲まれ呪われたかのように追加投資、なかなか当たらずエクトプラズムが出そうな寸前のルミちゃんになんとか神のご加護が。回すこと780回転で5ラウンドの大当たり、 ST70 回転を残し後半戦を迎えます。終了したいと思います。というわけで前半戦の結果はこちら。あずみちゃんの大連チャンでゲストチームがかなり有利な状況、しかしチームのカイドウも ART と ST からのスタートということで、まだまだ勝負の行方はわからないといったところでしょうか。それではお楽しみの後半戦スタートです。それではここで番組ルールの説明をさせていただきます。実践時間は前半4時間、後半4時間の計8時間、完全自腹のガチンコ勝負です。2対2の乗り打ち対決とし、実践終了時の合計収支で勝敗を決定します。実践終了時に活変中、時短中、ART 中だった場合、1時間まで延長猶予が可能です。出玉共有が可能なホールの場合、チーム内での共有実践はもちろん OK です。負けたチームには超絶罰ゲームが待っております。そして相手チームより収支が上回っていた場合でも、結果的にチーム合計収支がマイナスだった場合、番組的にはそれは勝利と認めということで、勝利チームのどちらかの方にも罰ゲーム執行。明るく厳しいレディースバトル、最後に笑うのはどっち？それでは皆さん頑張ってくださいね。レディースバトル後半戦ですね。持ち玉勇気になったんで、これで頑張って目標1万プラス大きいこと言っちゃった。丁寧に打っていきます。はい、じゃあ後半戦もたくさん出玉をね、もっと増やしたいと思います。じゃあ早速打っていきます。それでは後半戦スタートしたいと思います。風チャンスからだから。はい、あきちゃんは風ちゃんからスタート。ここから挽回したい。しかも鬼からだから超大事なとこじゃないですか。
目を覚ましてくれ。目覚めるのですか。ついね。来ました、上乗せチャンス。何それ。超頑張れ。あー超頑張ってる。50でいいです。良い感じに ART ゲーム数を重ねるアキちゃん、これは乗ってきましたね。明らかにさっきまでよりなんか乗りやすいような気がするんだけど。はい、後半戦 ST0 回からのスタートです。残り70回頑張りますと、ルミちゃん気合を入れて後半戦に挑みます。回転で大当たり。さらに、あ、おー、びっくりした。嬉しい16ラウンド。このラグ、タイムラグでびっくりさせられた。驚かされたよ、驚かされてしまったよ。その後5ラウンドあたりを経て16ラウンド3連チャンの都合5連チャン。今までハマってた分の引きの放出してやったりですが、ルミちゃんのコメントは、怖いのかだったのに当たった。確かに怖い。これマジ怖い。いや当たってほしいんだけど怖いよ。もう鼻出てきちゃった。もう怖いと、怖がるルミちゃんとは対照的にクールに打ち込むアキちゃんは現在 ART 3連目です。あーゲッツ、チャンス目、ボーナス。その7は違う7なの。217ゲームでビッグボーナス。頑張ってるじゃないか。あーペロリと下皿が飲まれてしまいました。前半戦調子よくコインを増やしていたあずみちゃんは本日初のハマり中。多分今日最大ハマりですかね。531。お、チャンス目。出る出る。下段で揃うっけ。揃うのか。はい、来た。よし、よかったよかった。当たりました。青系ボーナス、ビッグがいいよ。よし、563ゲーム、チャンス目からビッグ。ハマってはいますがまだまだ持ちコインには余裕があります。これ一角だと思います。多分。これはスイカプラス赤7だったかな。一角。よし。赤だったような気がする。よし。これはボーナスかな。ボーナスでした。ボーナスがいきなり軽くなった。たまりを吹き飛ばすようなビッグボーナス3連チャン、さすがです。さてさて、こちらは相方のエミさん、出玉がなくなりそうですが調子はどうでしょうか。ここで失意のランカーモードに突入。あえてこのセグは見ず潜伏に期待するエミさんですが、
ですよ。やばいな、そろそろ当てたい。またもや ART3 連目を迎えたアキちゃんは終了の危機。終わった。悲しい。はい、飲まれちゃったんですけど、全然回るんで続行します。他にちょっと回るね、もう見つけられてないんで、しょうがないっすよ。もう折れない心で頑張ります。回ってくれるとなかなかやめられないですよね。36本目の投入です。うおー、びっくりした。マジでずる。あっさりビビるよ。いいよもう、いいよもう、私はビビりだよ。ビビりながら打つのが功を奏したのか。先ほどの5連チャンから続くこと、さらに5連チャンをゲット。前半戦の初当たりから都合11連目に突入です。本当に怖い。もうね、吐きそう。本当に怖くて、怖すぎて吐きそう。もうこんな怖い思いをしたのは久しぶりですよ。もういや、わかんない。もうここまでさ、逃げらんないとさ、あの朝日とかもう嘘なんじゃないのとかさ、思うよね。助かる。いただきました。13連目の大当たり。姉ちゃん、なにこれ。なんかね、後半始まった時 SD からだったの。それからずっと超怖い、やばい、心臓が痛くなる。超楽しそうだよね。楽しいけど怖い。私助かる言ってない。あのね、言えない、怖くて言えない。助かんないもんだって。これやばいよ。ちょっとアジアのところ行こう。この ST は13連で終了。いかがでしたか。19,515 魂だって。手が震えてる。超怖かったんだって。ほら、アドレナリンがね、出たんだよ、きっと。すごいね、すごいね。なんか鳥肌がいっぱい立ってた。超怖かった。ちょっと休憩します。ちょっと心臓に悪い。一区切りしたルミちゃんは休憩がてらエミさんの様子をチェック。あの人は本当に面白い。さすがです。勉強になります。超面白い。あの人超面白い。なんかだって結構熱そうなリーチがかかってるんじゃないですか。あれリーチはないのかな。デモ画面か。あ、金だ。キング。あ、熱そうだ。連続演出に発展。おとなしく協力しません。97ゲームでレギュラーでした。当たったらしいよ。
よく分かんないけど、いい感じに出てますよ。本日の鬼門 ART3 連目です。3連で終わった。3連以上しないんですか、この台は。本当になんかいっぱい出てね、今ね7箱ぐらいある。マジで。エミさんは、エミさんは現金追加投資中、ちょっとね、あのね、本当に怖かったからちょっと休憩してるのもう本当にね、やばいから、あのね、マジずっと泣きべそ書いてるわけだから、私ずっと半べそ書いてるからさ、やばかった。振動がおかしくなりそうだった。もうね、今日夜寝れなくなるよ。本当だよ、本当ね、絶対夢見ると思うもん、私。かわいそう。でも面白いけど怖い。あの、私はね、絶対一人じゃ打てないから、今日本当は一緒に打ちたかったけど、まあ、しょうがないね。また今度ね、また今度ね。アザーズも打っていいって言うから、続行ですよ。レディバトですが、男気たっぷりで打ちますよ。回る台は捨てません。回る台は捨てられない。あずみちゃんは ART 突入のチャンス。あと子役1回で ART ですが、マジでもクリアできず、悔しい。あと1回。そして3回目は、ちょっともう無理。本当これお願い、マジでマジでマジで。よし、突入 ART、 やったね。無事 ART 突入です。楽しい。いや嘘、大丈夫でしょう。みゆき、これ後継続確定だと思うんですよ、多分。なぜなら小冊子に書いてあった、さっき見たんですけど、ストーリーバトルでみゆきが登場したら、その後も長い継続を期待してもいいんじゃないかなって書いてあります。なのでこの ART は好継続。最近の小冊子は詳しく説明が書いてあるのでとっても便利。一区切りしてアキちゃんの出玉に気づいたアズニャンは、気づいたらさりげなくアキさんの方を見たら、めっちゃ箱積んでるし、やばい、もう追いつかれそう。いつの間に。頑張んなきゃ。パチンコエココロ選手権。このコーナーはパチンコパチスロのキャラクターを己の記憶力のみを頼りとし描いていただきますというコーナーです。今回も始まりました、帰ってきたパチンコエココロ選手権。このコーナーでは出演者の皆さんにパチンコパチスロに関するキャラクターを自らの記憶のみを頼りに描いていただきます。もちろんカンニングは禁止。そしてそれぞれ出来上がった作品を発表し、審査員の方に順位をつけていただきます。最下位だった方には、絵が上手になるというセンブリ茶を飲んでいただきます。それでは皆さん、絵心披露しちゃってください。はい、今回のお題はこちら。頑張ろうっと。あ、むずいなこれ。これは難しいな。あ、これすごいむずいな。無理だよ。というわけで今回のお題は等身大アクションヒーローの作
影と言っても過言ではないキャラクター、仮面ライダーです。皆さん一度は見たことがあるであろうバッタのエッセンスが入った改造人間ですが、女の子にはちょっと難しいお題なのかもしれません。上手に描けなかったか、秋の秘密結社よりセンブリ茶がプレゼントされますよ。ではでは頑張ってくださいね。答え合わせ、はいはい、ください。もやもやして、うわ、全然、あ、そう、こうか、難しいね。そう、これを絵にしろっていうのが難しい。難しい。え、これ両方とも、いや、まあ、一号二号です。1号2号。あー、これね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 、なんかなって思ったんだよ。そう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 、これだった。はい、はい、じゃあ、私から行きますわ。お、私から。お願いします。諸君、私が仮面ライダーだよてな感じの、どこかシュッとしたルミちゃんライダー。紳士っぽくマントを羽織って決めていますが、こんなライダーが街に現れたら転出者扱いで即逮捕です。さあ次行ってみましょう。はい、ありがとうございました。はい、あっしゃー、ショッカーまで書いてあってね、あ、はい、じゃあ私のかなってはい、お願いします。はい、私1号です。わかるよ、1号。わかる、ちょっと待って、すげえ待って、すごい、すごい、こっからだし、やばい。はい、最初今回は正解、いや、触覚あるし、目もちょっとなんか上半身、いや、緑なんだよ、ここ。いや、緑だけどさ、ほら、一番大事なやつベルト、あのね、下まで頑張って書いてたらベルトも書こうと思ったんだけど、もうほら、時間がね、触覚あるし、目も赤いし、赤いマフラーもあるけど、怖い。仮面ライダーってよりプレデターみたいな感じがする。二階堂脇さんはこんなタッチの絵を描くのです。いや、描くことができるのであります。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ、そう、チーズも、チーズじゃあ、アキちゃんお願いします。いや、ちょっとね、え、これ、いいですか。いいよ、いいよ、ドーンって、ドーンって。はい、これです。はい、ドーン。ちょっと、本当に申し訳ない。あれだよね、申し訳ない。もう、仮面ライダーが分からなかった。分かんないね。ちょっと、ドラえもんと混じっちゃった。混じっちゃった。なんか、ウルトラマンもちょっと入ってる。ウルトラマンも入ってる。シャキーン、この眉毛にかけて悪を成敗してくれ。グワー、てなわけで見事に亀との融合を果たしたあずみちゃんのカマセイヌライダー。これは残念ながら子供たちの支持を得られそうにないですね。え、見たことあるけど、見たことあるけど、申し訳ありませんでした。私、石森先生に顔向けできないから、みんなで謝るから、みんなで、みんなで、みんなで、はい、土下座しましょう。じゃあ、エニさんお願いします。今日の顔ごめんなさい。かわいい、かわいい、これはエリアンだよね、これね、エリアンだよね、なんかね、なんか目がね、目がね、投げ出したのだけど、虫っぽい目立ってるなって、虫だったの、音楽っていうの、で、マフラーは覚えてて、で、ベルトなんかサイクロンで光ってたなと思ったら黄色になっちゃって、京子さんごめんなさい。京子さんっていうか、じゃあちゃんと謝ろう。謝ろう、本当申し訳ありませんでした。1.5 頭身のその姿から発せられる怪奇的な雰囲気、地球を救うってよりも地球を侵略しにやってきた感じがするエミライダーです。
何がどうサイクロンなのかさっぱりわかんねえよ。順位発表。めでたくないそう、今回とか入れない、一応いらない、はい、それでは今回の審査員の方はエンジェル本店さんのスタッフ高川さん、久保田さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではじゃあみんな待っててスタッフさん、いいから、はい、じゃあ神というね、神というもの、はい、この中でですね、仮面ライダーに、一番近いものをもう1位とかだってないもんね、一番近いと思われるもの、もしくはあの可愛いとか、ちょっと私これ好きとかでもいいです。何でもいいです。何でもいいです。そうそう、何です。ほら、で、あの、よくわかんないもんね。何が何だかよくわかんない。一番受けたよ、とかでも、面白かったでもいいです。はい、じゃあ1位をお願いします。遅かったので。ところで、あずみちゃんの ART は現在5連目。あー、終わったかな。
ですけどね。あずみちゃんの出玉に追いつき、かなりいい勝負を繰り広げているあきちゃんは、おーおお、弱点でボーナス引いた。風ちゃん上乗せ、さらに134ゲームでビッグボーナス。これは結構助かるな。ここで4連目の継続をかけたバトルですが、やだ、死ねしか言われなくて死んだ。さて、ルミちゃんは前回の連チャン終了からゴワゴワと250回転を打ち込んだところ、やばい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 、あ、よいしょ、何度見てもびっくりしちゃうルミちゃん。でも実際目の前で打つと本当に怖いんですよ。252回転で10ラウンド大当たりを引き当てました。やばい、楽しいけど超怖え、やっぱり怖え。第2波に乗り始めたルミちゃんは ST 中6連チャン、そのうち16ラウンドが4回とさらなる出玉を増やすことに成功しました。都合7連チャンで終了、またもや一撃1万発超え達成です。そしてアキちゃんはまた、スーパー、やばい、フリーズだ。なんとリールが固まってます。フリーズしてる、フリーズ。11ゲームで青七ビッグボーナス。お、さらに風ちゃん確定。バカついた。これは残念ながら単発で終了。単発ですよ。こちらはエミさん。その後引いたものといえば小当たり4回のみ。気がつけば総投資は5万3000円に膨れ上がっています。
またもや小当たりと思いきや、15ラウンド各編のアルトボーナスをゲット。ここから連チャンさせて投資を取り戻していきたいところですが、揃った数字は4と、なんか嫌な予感が。頑張って叩いたけど残念、引き戻しに期待です。ダメでした。また2連。しかしあえなく時短も終了。これは厳しい。まあ今年はもうこれ以上知ることないので。エミさんは？わかんない。上？上なんだ。2階でマクロスやってた。みんな集合してきた。なんかいっぱい大集合。集まったわけでもないのに。みんな定額してる。みんな定額みんな一段落してお互いの様子を見に行こうとしたところで、ちょうどみたいな。冗談だった。冗談だった。カモンカモン。今、はい、5万3000円使って、はい、出玉が、はい、3500個ぐらい。オッケーです。嘘だね。アスリアはどうなんで？変わらず2500枚ぐらい。2500枚、はい。あとちょっと。でもパチンコは一発があるんで。そうね。パチンコ一発あるから。そう。行ってくるわ。正直スロットはそんなにもう今からは出ないです。ゆっくり打って。ゆっくり打ちます。アクちゃんの調子を見ながらゆっくり打って。はい。で、あのエミさんの爆裂待ちします。頑張れエミさん。警察に行ったら全員が警察をしてたという。まあうち鶴岡姉妹がちょっと負けてるんで、それは私のせいなんで、誰も決勝悪くなるので私がまくります。1時間半で私がまくります。見せろエミ姉さん。一発を狙って打ち続ける覚悟を決めたスロマガチーム、奇跡を起こせるでしょうか。飲まれちゃいました下空。よいしょ。仕方ない、この箱に手をつけよう。少しずつコインを減らしていくあずみちゃん。3箱あったコインは2箱に。おいしましたレミチンはね、別にまあやめてもいいと思うんだけど、うん、やめた方がいい？いや、もう多分逆転されることはないと思うから、普通にパチンコで多分10箱くらいの差があるから。あ、そう。だって1箱しか持ってなかったじゃん。アキチンどうすんの？やめんの？ぶっちゃけどっちでもいいかなっていう。35分ってことは1箱を使えないぐらいでしょ。やめますか。じゃあ、そうだね、やめようか、うん、じゃあ、お疲れ様。お疲れ様です。やめます。ここで？いや、一応下戻ってからまた言うけどさ、一応ね。作戦会議終了。終了終了。はい、というわけで、前半後半とみっちり信頼リンクを打ったわけですけれども、結果は、まあ、久しぶりの大勝利です。いや、あのチーム戦とかじゃなくて、私個人としてね、とても楽しいございました。あの大当たり中 ST 中がすごく怖かったですけど、すごく
ごく楽しかったです。怖いけど楽しいと不思議な台でした。やっぱり面白かったです。今日は何も言うことなし。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、もう時間となったのでね、本当はね、それで良さそうなんで閉店まで打ちたいところなんですけども、もう終了なんで、やめます。お疲れ様でした。はい、ですね、もうそろそろ実践終了のお時間ということで、とりあえずこれにて私の実践は終了しようと思います。一応ですね、台の設定推測に関しては、私の予想は2か4偶数だとは思います。結構外れが ART 中400分の1ぐらいで外れ出てて、まあ、共通ベルは良くないんですよね。で、まあ、6はないだろうと、まあ、2か4かなっていうところで、まあ、実践時間もあとわずかなので、ちょうどキリがいいので今やめたいと思います。3人が実践終了の宣言。そんな中、1人だけ打ち続けるエミさん、もはや自分との戦いになってます。男らしいっていうか男。当たったでしょこれ。はい、リーチです。このリーチ、ものにできるか。時間ギリギリのリーチで大当たり。ラックだね。演歌だろ。デカルちゃん、やりました。このまま終わらない展開が理想。見せるか、エミさん。ランクアップボーナスを引き当て、なんとか踏ん張ります。ここで揃った数字は不吉な4。爆連はできませんでしたが、最後まで健闘しました。姉さん、お疲れ様でした。終了って言われるね、5分ぐらい前にね、尖閣引いて。おー、さすが。気持ちよかったね。うわざらしかなかったからどうしようと思ったんだけど、ちゃんと当たってくれてね。それはみんなを待たせるさ。待ってますよ。あずきゃんはどうでした。私は、まあ、終始私も楽しかったです。そんな今日の実践結果を、あきちゃんから発表してください。はい、はい、私、まあ、あのまま完全打ち切って、結局、最後の方にちょろっと飲まれて、出玉は1816枚出ました。投資が12000だったので、
収支がプラス2万4000円なり。おー、最後飲まなかった。しかも最後カルチャンスガーンみたいな終わって、最後の方もずっとそんな感じで、うん、あ、もうダメだダメだみたいな感じになって、うん、まあでも出てたんで、その前まで持ったかなっていう感じ、うん、いやもう本当頑張りました。今日は私の右手が、うん、確かにプラス万歳だよ。ありがとうございます。お疲れ様でした。インスタお願いします。え、わし、はい、わし、わしマグロス頑張った。マグロス最高の頼でした。もうない、もうごまんさんてね、4時間4時間ね、ほとんど分ましたんでね、うん、はい、ね、回ってなかったらね、こんな年はつまらなかった。確かに、そう、そういうのありますよね。あるね、あるあるからちょっとやっちゃうみたいな。そう、回らなかったらすぐやめられんのにな。そうね、ね、そう、ちょっとね、これ回るんだけど、捨ててもし帰ったらやろうとか、いろんな感情がある、そんな次の人の引きじゃん、うん、そうなんだけど、そうなんだけどね、めっちゃいるんだけど、みたいな、もう捨てるもんかわしが引いたる感じで、最後に回収したのが9500円分の湯玉ということで、山田さんにご夢になっちゃいました。ってことは最後そんなに引いた復編そんなに続かなかった。そうだ、ゆうちゃくんね。いや、すごい結構待ってたんで、結構もうハウハウな状態で帰ってくるのかなって思ってたんですよ。なんか確実に100以上ハマってる。それで時間さすさすをその結構あれですよね、40分の1ぐらいですよね。そうなん、39分の1ぐらい、ね、だから引けない。確かにハマるときはハマる。ありがとうございます。お疲れ様でした。じゃあ、アズニャお願いします。アズニャは自分で言っちゃったけど投資7000円の出玉が1797枚の収支が28500円プラス。おお、じゃあ投資はね変わんないですね。投資変わらずで、そうね、中間っていうか前半で2800枚あったのが1000枚ぐらい伸ばれて、うんうん、終了ではあったんですけど、ちょっと悔しいね。ちょっと悔しいですけど、うん、まあまあでもいいよね。全然、はい、28500円プラスなので楽しく打ち切れました。はい、はい、優秀。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあなるんだよね、お姉ちゃん、お姉ちゃん、うわー、私今日久しぶりに1万発以上出た。まくってるわ、すげえんだよ。あの後半あの ST スタートだったんですよ。そっから来る、きっと来る、来る、きっと来るで、あのいや正直1個まだねえだろうなって思ったんですよ。でまあいいやってこうポケット座ってウィッてこうやってて、あれどこだっけ、あ右口だなんてやってたらなんか当たって、そっからずっと、すごい、すごい、いいなぁ、こういうまくり方したいなぁ。俺呪いではなく祝い、そう銃ではなく祝です。ありがとうございます。一番いい、これすごい、もう今年一番、パチンコならではって今年一番気持ちよかったです。よかったね、おめでとう、嬉しいよ。それね、私も求めてたんだよ。罰ゲーム一応なんかパスパスしなきゃいけないかなみたいな。やってるからやってるから何みたいな。はい、というわけで、負けたチームには赤、青、黄色3つの封筒から1つ選んでいただきます。中には、はい、まずい新感覚というものが入ってますんで、です、はい、ちょっと日本語がおかしいね。、はい、どれか1つ選んでいってください。アズニャいいですか。アズニャのおめでいいですか、本当に応戦通りいたします。はい、はい、じゃあもう真ん中、はい、真ん中、はい、真ん中、はい、じゃあ決めします。オペン、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 あ、なんか入ってます。あ、なんか書いてある、なんか書いてある、なんだこれ、ユー、おお、新感覚、新感覚、新感覚、ユーフィーリング、へー、それでは罰ゲーム執行のお時間でございます。怖い、こちら新感覚、すっごい怖いんだけど、
おにぎりの中に何やらゴニョ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 しておりますおにぎりがゴニョゴニョしております、ね、大きさが違うん ね, ねなんかちょっとあの形もあれあの手作りなんで、はい、いびつで、あ、もうあのお二人で競技の結果どちらか選べたらいいですあ、次あのおしゃれあの、私今日勝ってるんでじゃあ、私が勝ってるんですかちっちゃい方が良かったですちっちゃい方がきっとこっちにします。大丈夫、同じなんだよまあまあ、中に入ってもらったら一緒だと思いますけどね。行くか、行きますか、行くか、お二人のタイミングで乾杯しよう。はい、乾杯。え、これちょっとあの、全部いきます。半分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 乾杯召し上がれ。あ、お、どうした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 。ご飯は中華かな。ご飯は新感覚。もうまさにまさにだ。まさにまさに。なんかレミさんがすげえ欲しい顔してる。ごめん。何がね。もうなんかおなさんみたいな。何言ってるか全然わかんないですけど、何言ってるか全然わかんないけど面白いです。新感覚。お疲れ様でした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 。こんなこと聞くのもすごくおこがましい。おこがましい。うん、違う。心苦しいんですけれど、今日はいかがでしたか。エミさんの顔が。もうね、もうエミさんの魂が抜けちゃって。もうね、懐もさなくつってね。サンプルも飲んでね。新感覚？新感覚？うん。どこまでやらせる本当本当に申し訳ない。こんなことばっかしてたら誰も来てくれなくなっちゃうよ。また来ますよね。本当？2回負けてるからね。あ、ジェスミン、ジェスミン、怖い。皆さん応援よろしくお願いします。それではさよなら。